長いんですかして。もうだって10年やってる。ああそうですね。すみません。ここ量多いですよね。さつまいもの葉ですね。箸上げむずい。すいません。いただきます。逃げれない。やばい。もう検知されてる感じ。そうそうそう。当時で1万元ぐらい。ゴープロとかと一緒かな。携帯の半額。でも。これに私お酢を足すのが大事。ああ絶対美味しい。僕も頼む。いただきます。あ、はい。うん、うまい。セルフオーダーです。おコーラ飲んでいい？どうぞどうぞどうぞ。コーラあったあった。分かった。あの、蜂の巣？あれだ。不審。千枚だっけ？なんだっけ？なんだっけ？あの、まあ、内臓系ですね。内臓。あ、軟骨もある。あ、見えない。軟骨。イカの軟骨。いきましょう。どうぞ。適当でいいですよ。どうぞどうぞ。あ、いいっすね。2個、全部2個ずつにします。で、足りなかったらまた取りくれるし、みんなが好きそうなのイカも行きましょう。あ、トウモロコシもある。イカどうぞどうぞ。一回4つにします。あ、牛すじ4、左の方のいいっすね。よし、まだ乗りますよ。レンコン、レンコン、はい、はいよ、いいっすね。あ、トウモロコシも、トウモロコシいきます。最初に入れときましょうか。3個ある。トウモロコシ3個。これとこれ値段一緒なのちょっと下せない。送ってもらったら。ありがとう。うわ、嬉しいな。みんなに会えて嬉しいわ。よかったよかった。ありがとう。定期的に今後してましょう。刺激会。イエーイ。もうみんな離れ離れになっちゃうからねって。あ、そうね。もうちょっ と抜け、あの、取ってから入れましょう。いろんなところを食べ歩いてるだけあって、うん、でも会社のレストラン系から電話かかってきたらうわってなるけどね。